こんにちは、平山茂です、今日はですね、1月18日、火曜日、現在時刻は1時52分、お昼を回りましたね。さあ、皆様こんにちは。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、大丈夫。今日は久しぶりにね、外です、外ロケです。久しぶりですね。最近ずっと車の中が多かったんですけども、久しぶりに、まあ天気もね非常にいいんです。良くないですね。こっちは天気いいですね。ちょっと上は雪雲みたいなやつがいますけれども、大丈夫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 ですから。ここは公園でございますね。千種区、愛知県の名古屋市千種区にある平和公園ですね。平和公園の中にある人があまりいないところでございます。いいですね。天気がいい日に外で撮影っていうのは、検体の塔、検体の塔と書いてあります。検体ということはあれですね、医学系のやつですね。戦闘機が来ました。もう火曜日ですか、昨日のロト6は惨敗でした。全然かすりもしなかったですね。いやー、ちょっとね、今もまだ仕事中なんですけど、ちょっとまた待機時間があるということで、ちょっとねブラブラしております。寒いですね。皆様大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですね、大丈夫ですね、大丈夫、寒いけど大丈夫です、大丈夫だ。あー寒いな。しかしちょっと戻りましょう。ちょっとね、あんまり最近外で撮影してなかったんで、外で撮影したいなと、外で撮影しなきゃなというような形で、ね、来てみました、ちょっとやっぱ冬はね大変ですね。外で撮影してる人とか本当すごいなと思います、はい、いやちょっと早歩きになりますね。ね、ああでも大丈夫ですから、大丈夫、よし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 、やっぱ日に当たるとあったかいんですよね。寒いけど、大丈夫ですからね、大丈夫大丈夫大丈夫です、大丈夫大丈夫ですから、ね、明日も元気に行きましょう。明日もね、まだ火曜日だから、まだちょっと今週長いけど、もう大丈夫です、もう大丈夫です、大丈夫大丈夫大丈夫、間違いない、大丈夫です。今日はこれぐらいになりますけれども、またロケをですね、外でバンバンやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしててください。旅もね行きたいんで、旅も行かないといけないんで、じゃあちょっと車に戻りましょうかね。涙が出てきた、涙が、よし、ではまたですね、またお会いしましょう。おやすみなさい。